皆さんこんこにちはランニング超初心者の水野由紀です、えー、今日の動画はですね超初心者目線でこれは買って本当にランニング練習に役立ったとかあこれちょっと失敗したなっていうのを私の個人的なそして初心者の目線でお伝えしていきます。というのもですねマラソンとかランニングの練習を始めてやっぱり1ヶ月以内で。 7割ぐらいの方がちょっともう練習嫌になっちゃうっていうようなことを聞いたので、まあ、どういうふうにしたら、まあ、ランニングの練習を継続できるのか私結構グッズに頼ってる部分があってそういうところでモチベーションが上がったりとかやる気が出たりするのでそういった部分を中心にご紹介していきたいと思いますはい、えー、まずはですね ウェアなんですけれどもこれはウェアは別に自分の好きなものをモチベーション上げるために何でも着ていいっていう風にコーチに言われているので私も好きなブランドだったりそれから好きな色だったりいろいろとファッションを楽しみながらランニングしているんですけど1個ですね非常に気をつけなくちゃいけないポイントがあるなと思っていて。 スマートフォンとか飲み物を入れるどこに入れるか問題なんですけれどもまあ,あの飲み物はもう私正直言ってコーチに持っていただいてそれで走りながら水分が欲しい時にお水をもらって飲んでるっていうスタイルに今しているんですけれどもやっぱりスマホはちょっとそういう時にどうしようかなと思った時に様々なそなランニングを走る時のスマホを入れるグッズがあるっていう風に 聞いたたので色々と私も試ししてみましたで一番最初ね普通にこういうちょっと大きめのポーチこれナイキのものなんですけれどもこれをつけて走ってみました。でこれはですねあのちゃんとこういうふうにメッシュ素材になっていて、まあ、通気性もいいとは言いつつも、まあ、ちょっとスマホを入れるだけにはかなり大きいかなと。やっっぱりりとと他にも鍵だったりとか それか多分長距離を走る人はそのエナジードリンク的なものを入れたりとかまあそういう人向けかなというふうに思いましたでそこで私が買って非常に良かったなと思ったのがこちらのですねアディダスとステラ・マッカートニーのこのコラボ商品なんですけれどもここがこうやってゴムになっているのでかなり密着して走っている時に揺れないっていうところとあとそれからここが まあ伸び縮みできるような素材になっているので、まあ、スマホをがっちりとこうやって入れてですね、えー、それでもスマホの分だけっていうようなところで非常に役に立ちましたでこれねやっぱりここがやっぱ伸縮性があるだけでですねかなり密着感が違うなっていうところが印象ですねで一方でこういうふうにあの伸縮性がないような、まあ、ポーチだとちょっとやっぱり 揺れたりすするかなっていう印象で,すで一番いいのは、私がこれ着て、あの、走ってる動画ってめちゃくちゃ多いと思うんですけれども、こちらはですね、下にショートレギンスがついてるものなんですけども、こういうふうにね、ちょうどスマホを入れるポケットがあって、いつもここに、ポケットにスマホを入れて走ることができるので、 えー、こののタイプのショートパンツレギンス付きでスマホも入れられるショートパンツというのはかなり重宝しています。であのウェアに関して言えばあの長いレギンスを履く方非常に多いと思うんですけど私はねどうやら多分代謝があんまりうまくないというかで夏とかもうほぼ汗をかかない人で有名です なんですよね、でそれぐらいやっぱりそのあんまりまだその汗をかける機能が私の中で高まっていなくって長いレギンスを履いてしまうともう熱がこもって熱くて熱くてしょうがなくなっちゃうので私は、えー、ショートパンツで走るようにしています、えー、それではですね、えー、2つ目のものに行きたいと思うんですけれども次は帽子になります。帽、えー、帽子子でですすね私あの普段から帽子がすごく好きで 普通のプライベートでも被ること多いんですけれどもやっぱりランニングはランニング用のまあ、こういったですね通気性の良い,い素材のものを使うようにしていますで、やっぱりね、えー、最初はこの黒のニューバランスのものだけを最初使っていたんですけれども昼間に走った時に黒なんで日差しをもろにまあ、吸収してしまってですね、相当暑くなってしまってそれで、えー、ナイキのですねこちらの白を買いましたで、かなりですね 暑さがらいいだなっていうのが印象的で,すで、まあ、これ黒の方はですねこれあのしっかりとあの夜間もですね目立つようにあの光るようになっているので夜はこっちの帽子を使うようにして昼はこっちの帽子を使うとかその日の温度だったり。 どの時間帯に練習するかによって帽子っていうのは分けるようにしているので是非、えー、皆さんもですねちょっと帽子を買う際はですね、まあ、黒ばっかり買わずに汚れっぽくてもやっぱり白とか買っていただいた方がいいかなというふうに思います。ですねはい、3つ目にいきたいと思うんですけれども次は、えー、飲み物になります、はい、最初はですね普通にこういう、えー、お水をですね持ち歩いていました。 であの全然最初の23キロとか45キロの時はこれで思ってああの走っていてよかったんですけどだんだん8キロ10キロになってくるとやっぱずっと持ち歩いているのが初心者の私にとっては結構辛くってで何がこれ問題かっていうとこうやっていちいち開けてそれで飲むとなんか結構こぼしちゃったりとかそのもう手こう回すのだけでも非常に手間になってしまったりっていうところが コーチにずっと持っていただいたんですけれども、えっと、今回、ですねこちらの700円とか800円ぐらいだと思うんですけど、えっと、こちらのボトルをですね購入して,こうやって口で開けて持てるので,でここがねあのちょっとへこんでるのでここは持ちやすいなと思ってこれにしたらですね自分でも持ってああの走れるようになって非常に楽になりました。なのでやっぱり ペットボトルとこっちだと私はもう今結構5キロ以上走るようになってきたのでこっちの方をですね持ちながらやったりしています、はい、ちょっとあの前回の Vlog でもご紹介させていただいたんですけどまあこっちだとまあエコ的にもですね 自分のお家のお水を入れたりとか水に溶かすタイプのこういうアミノ酸なんかも入れられるのでこっちの方が非常に便利かなというふうに思っているので今はもっっぱらららこちちのボトルを持ちながら走っています、はいえー、そして次がですね音楽なんですけど 最初は私全然音楽とか聴かずにもう本当に12キロ走るのがやっとだったので12キロの音楽ってもう12曲分とかまあそういうレベルなので音楽を聴く必要性もなかったんですけどもそれは少し距離が伸びてきたりとかリズムに乗りながら走るようになってきてやっぱりちょっと音楽欠かせなくなってきて今はですねこの骨伝導式のえっとものを Bluetooth でですね飛ばして。 えこういういいい風にして聞いて聞いますでこれね何がいいかっていうと直接耳に入っていないのでまず耳が痛くならないっていうのと直接耳に入れてないので周りの音とか、まあ、車とかの音もしっかりと聞き取ることができます。もうなので私のので私場合はあの コーチが安全確認とかででついていてるので後ろから自転車が来たとかそういうちっちゃい音とかでもすぐにコーチがす全てお知らせはしてくれるんですけれどもこの骨伝導式のイヤホンだとやっぱり安全面とか。 それから私みたいに結構あのすぐ外耳炎になる人とかにはいいんじゃないかなと思っているのでもし音楽をランニング中に聴きたいっていう方はこのタイプのイヤホンもいいんじゃないかなと思います。で充電はこういう方式ですね。はい、こういう風な方式でだいたい1回の充電で8時間聴き続けることができます。えー、そして次に まあ、このためではなくって私あの普通に仕事とかでも液糖とか、まあ、結構アクティブな活動をすることが多いのでこちらのなんかアウトレットで購入した本当に45,000円の時計なんですけれどもこちらはねカシオのものなんですけれどもすごく軽くて運動する人におすすめですよって言われて。 えー、購入したものです。やっぱりあの走っててどれぐらいのペースで走ってるのかとか、やっぱり時計は結構必需品だなと思って、割とこまめにチェックをしながら走ったりしています。はい。超ランニング初心者の私から見た役立ちグッズと、まあちょっと失敗しちゃったなっていうようなものをご紹介しました。ただこれはなんか普通に可愛いので、なんかイベントとかお祭りとか行くときにも使えそうだから別にあの。 ランニングとしてはちょっとって思いますけど別にカジュアルな時とかあの地域のお祭りとかには非常に役に立ってるので全然良かったなっていう感じですね。まあこんな感じで私も結構いろんなグッズを楽しみながら自分で試行錯誤を繰り返しながらランニングしているのであのぜひこの動画ランニングビギナーの方にはですね、えー、参考にしていただければ嬉しいなと思います。で もう一つ結構皆さんからいただくのがあのやっぱり私みたいにアトピー肌だったりそれから敏感肌の人とかそういう人たちってやっぱり日差しが非常に弱いんですよね。で私自身もあのちっちゃい頃は本当に日差しを浴びちゃいけないっていうことで夏でも長袖長ズボンの生活をしていて本当にまあ学校でも割と大変だったんですけれども、まあ、こういうふうに私みたいに肌が。 本当に弱い人まあどういうケアをしているのか、まあ、スキンケアだったり、まあ、髪の毛とかもそうですけれども、まあ、すぐね茶色くなったりしてしまうような人とか、まあ、そういった方向けにですねちょっとそういった日差しのランニングの対策みたいなことも次回の動画でお話ししたいなと思っています。はい、といととうことで えー、しばらくですねまた10月の29日のエコマラソン完走まで、えー、練習続くと思いますけれどもやっぱり今暑さがかなり厳しくなってきているので練習回数も減ってきてますし仕事も今ちょっと相当忙しいんで大変なんですけれども、まあ、あの仕事とね両立しながら無理なく楽しくランニングしていきたいと思いますので引き続き皆さん応援よろしくお願いいたします。